大女のケーキ大女は、ヤムイモの一種のイモ類。学名ダイアスクーリア新た。新書、伝書、校舎イモ、沖縄ヤマイモ、台湾ヤマイモ、ウベ、パープルヤム、ウォーターヤムとも。奄美方言では校舎マンという。時折同族のヤマイモの一種と誤解されるが、ヤマイモは、同族別種である。諸与とも混同されるが、諸与は、長ものことで、これも、同族別種である。 芋の中身は鮮やかな紫色をしているものが多いが白色の品種もある。紫色のものはベニヤマイモ、ベニイモとも呼ぶ。紫色の色素はポリフェノールの一シュアントシアニンで紫芋と同じである。ただし、紫芋はサツマイモの紫色の品種で大事よとは禁煙ではない。なお、呼び分ける場合は代償、ベニイモ、サツマイモを紫芋と呼ぶ。 熱帯アジア原産。アジア、オセアニアなど、世界中の熱帯地域で広く栽培される。世界的には、ヤム類の中でも主要な栽培種であり、ヤムイモの世界生産校の大部分は、大所によって占められる。日本では、沖縄県で広く栽培されるほか、鹿児島県の奄美群島を含む九州、四国などでも、わずかに栽培される。本土では苗を、 保温施設で育てることもある。山の芋や長芋と同様にも食すが、本種を用いた料理や食品は紫色を提出。栽培地の土地柄、沖縄料理や沖縄菓子の食材としても知られる。奄美大島南部ではサンコンと呼ばれる、正月料理の雑煮に相当するワンモノに使われる。ウベは紫色で、粘り気のあるフレーバーとして、アイスクリームに入れることもある。フィリピンでは、 ジャムやハロハロのトッピングにもする。ありがとうございます。